よいしょ、よいしょと。よいしょと。カメラ回せたな。ああ、ちょろいよ、ダッキー。さて、今日はどんないたずらをしてやろうか。新しく、リトルウッディが来たからな。ああ、そうだな。とりあえず、あのリトルウッディを使って、何かいたずらでもしようぜ。そいつは名案だ、ダッキー。おい、リトルウッディ、こっちに来い。おい、こいつさっきまで喋ってたのに、急に喋らなくなったぜ。おい、お前なんで喋らなくなったんだ。ああ、カメラが回ってるから喋りたくないみたいだ。おい、ダッキー、俺たちがなんで喋ってるかだってよ。俺たちはおもちゃのルールを破ってるんだ。いたずら好きだからな。ところで、リトルウッディ、今日はお前に特別な役目を与えてやるよ。ああ、そうだな。で、どうする？やっぱり、シュンズ TV にとびっきりのドッキリをしてやろうぜ。ああ、そいつは名案だな、ダッキー。でも、どんなドッキリするんだ、ダッキー。よし、こうなったら、リトルウッディは、実は、ウッディとボーの子供だったことにしようぜ。さあ、おもちゃの皆さん、おはようございます。いやー、今日もいい朝が来ましたね。あれ？ちょっと待ってください。こんなところにリトルウッディなんて書いてあるの？実は僕、ウッディとボーの子供でした。いや、お父さんの遺伝子強っ。ちょっと待って、ダッキー、簡単にドッキリってバレそうだぜ。じゃあ、こいつがベンソンの手下だったことにしようぜ。さあ、おもちゃの皆さん、おはようございます。いや、今日もいい朝ですね。あれ？あんなところにリトルウッディ、何やってんだろう？何これ何これ何これ？なんか書いてありますけど。え？実は僕、ベンソンの手下です。ベンソンの手下？って、顔が弱気。ちょっと待って、ダッキー。こいつの顔でバレそうだぜ。じゃあ思い切って、俺たちがリトルウッディにハサミで切られたことにしようぜ。さ、おもちゃの皆さん、よいしょ、おはようございます。いやー、今日もとってもいい朝が来ました。ちょっと待ってください。どういうことこれ。ハサミでダッキーとバニーが切られてますけど、誰にやられたんだよ。え、リトルウッディにやられた。マジか、ダッキーとバニー、リトルウッディにやられちゃった。皆さん、とっても大変です。ダッキーとバニーがリトルウッディにやられてしまいました。もう切られて、中の綿みたいなものが出てきてます。もうとってもかわいそうなので、そうだ、今日はお別れ会、おもちゃたちみんなでお別れ会をやりたいと思います。ウッディ、ウッディもとっても悲しいよね。ダッキーとバニーとのお別れなんて嫌だよね。バズもとっても悲しいですよね。ダッキーとバニーのお別れなんて本当に嫌だと思います。ジェシーもとっても悲しいよね。ダッキーとバニーとのお別れは本当に嫌だと思います。ちょっと待ってくれ、ダッキー、どのタイミングでドッキリだったことを言うんだ。もう最後まで聞けって。ボーピープもとっても悲しいよね。ダッキーとバニーとのお別れは本当に悲しいと思います。ギャビーだってとっても悲しいと思います。ダッキーとバニーのボールコロコロ大作戦で仲間になりましたからね。それん？何の音？こっち側から音が聞こえましたけど。え？あ、リトルウッディ、リトルウッディがこんなところにいました。何このメモ書き、どういうこと？このメモ書きちょっと見てみましょう。え？ドッキリでした。ドッキリってもしかしてダッキーとバニー、リトルウッディに切られてないってこと？というドッキリでどうだ。ああ、そいつは名案だな、ダッキー。これでシュンズ TV も騙されるだろう。じゃあ、早速行こうぜ。リトルウッディ、頼んだぜ。さ、おもちゃの皆さん、よいしょ、おはようございます。いやー、今日もとってもいい朝が来ました。ちょっと待ってください。
どういうことこれ、ハサミでダッキーとバニーが切られてますけど。皆さん、ダッキーとバニーがハサミで切られてました。なんか綿みたいなやつも出てきてて、きっとリトルウッディにやられたんだと思います。もう書いてありましたからね、リトルウッディにやられたって。かわいそうに、もう今日はおもちゃたちでお別れ会をやるしかないですね。ダッキーとバニーたちがかわいそうですから。ウッディ、ウッディもとっても悲しいよね。ダッキーとバニーとのお別れなんて、バズもとっても悲しいですよね。ダッキーとバニーのお別れなんて本当に嫌だと思います。ジェシーもとっても悲しいよね。ダッキーとバニーとのお別れは本当に嫌だと思います。ボーピープ、ボーピープもとっても悲しいよね。ダッキーとバニーがいなくなるのは本当に寂しいです。ギャビーギャビー、ギャビーギャビーも本当に悲しいよね。ダッキーとバニー大好きだからね。いやー、みんなとっても悲しいですけど、ダッキーとバニー壊れたので捨てに行きたいと思います。ん？何の音？今音が聞こえたんですけど。ダッキーとバニー捨てに行くところなんだから一体なんだよ。おー、リトルウッディ、なんでこんなところにいるの？どういうこと、どういうこと、一体これは何？なんかメモ書きがありますけど、ちょっと見てみましょうか。一体これは何なんでしょう。ダッキーとバニー壊れたから捨てよう。そうですよね、ダッキーとバニーは完全壊れてるので捨てに行きたいと思います。おい、ちょっと待て、俺たちは壊れてない。あいつどういうつもりなんだよ。みんな、ダッキーとバニーお別れなのでさようなら。話が違うじゃないか。おい、ちょっと待ってくれ、シュンティー。俺たちは壊れてないんだ。捨てに行きましょう。悲しいですけどしょうがないですね、もう壊れちゃったんですから。おい、ちょっと待ってくれよ。俺たちの話を聞いてくれ。どうしたんだよ、ダッキーとバニー。これは全部嘘だったんだよ。ああ、そうだ、嘘だ。いや、嘘じゃないよ、もう完全に壊れましたから。君たちは捨てに行くんです。ゴミ捨て場まで一緒に行きましょう。いやだ、やめてくれ。頼む、助けてくれよ。悲しいですけど仕方がないですね。俺たちは壊れてないんだ。はあ、ゴミ捨て場まで行きましょう。さあ、階段を降りてゴミ捨て場までね。ああ、頼むから聞いてくれ。あのリトルウッディめ、許さない。ダッキーとバニー、これを見て、実はすべてドッキリでした。どういうことだ、一体どうなってんだ。どうも、シュンズ TV です。普段撮影しているトイストーリールームが隣の部屋になるんですけど、今回はですね、逆ドッキリです。ダッキーとバニーがですね、なんか今どうやら僕にドッキリを仕掛けようとしてるそうなんですよ。それでリトルウッディを使おうとしてるみたいなんですけど、僕はその情報をウッディから聞きました。なので逆にドッキリを仕返ししたいと思いますね。ウッディ、ぜひ一緒にダッキーとバニーに逆ドッキリを仕掛けようね。その方がリトルウッディにとっても楽しいと思いますので、では今からダッキーとバニーに逆にドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい、ということでですね、ダッキーとバニー、ごめんね、君たちがドッキリを仕掛けようとしてきたみたいだったので逆にドッキリの仕返しをさせてもらいました。まあ初めて逆ドッキリっていうのをやったんですけど、とってとても楽しいですね。ダッキーとバニーもいたずらばっかりしちゃダメだからね。くそー、今回は騙された。俺たちもまだまだ負けないよな、ダッキー。では皆さん、リトルウッディもとっても楽しんでいるみたいなのでよかったです。またお会いしましょう。さよなら。よー、最高、最高だ。おっと、こいつはすげー。たくさん質問が届いてるぜ。お前たち最高だぜ。じゃあ早速最初の質問いこうかな。じゃあ最初はこれでいこうかな。ライトで合ってるのかな。ライトからの質問だ。
クラッシュに質問です。会いたい友達がいるんですけど、最近髪切っちゃったので会いづらいんですけど、どうしたらいいですか？髪っていうのは頭に生えてる毛のことで合ってるのかな？ライト、これを見てくれ。何も生えてないぜ。いや、その友達もさ、別にライトの髪型で決めるわけじゃなくて、ライト自身に会いたいんじゃないかな。だからさ、髪型とか関係なしに会いに行っていいと思うぜ。うん、いい質問だった。お前たち最高だぜ。じゃあ次の質問行こうかな。じゃあ次は杉本からの質問だな。で、杉本からの質問はこれだな。クラッシュに質問です。家にサメが来たらクラッシュは何をしますか？逃げる。いや、サメはさ、俺たちのことを餌だと思ってるみたいなんだ。俺たちは仲良くしたいんだけどさ、とりあえず逃げると思うぜ。うん、いい質問だった。お前たち最高だぜ。じゃあ次の質問は、じゃあそうだな、じゃあちょっとわかりにくいけど、セレクトでいいかな。セレクトからの質問だな。クラッシュに相談です。付き合っている人がいるんですけど、好きかどうかわからなくなってきました。どうすればいいですか？なあセレクト、セレクトがしている恋と俺がいる海、とても似てると思うんだよな。一見広くてみんなを包み込んでくれる温かいものだと思うだろう。でもあまり深いところまで行くと、暗くて苦しくて周りが見えなくなってしまうんだ。だからさ、あまり深く考えない方がいいと思うぜ。ほんとさ、リラックスしていれば最高な波がお前をいい方向に導いてくれると思うぜ。みんなセレクトに応援の拍手してやろうぜ。お前たち最高だぜ。いや、みんなとお話ししてると時間が経つのもあっという間だな。みんなまたお話ししようぜ。セレクト、恋も海も溺れるなよ。